ストレートエニアグラム、二等兵の友人やです。D 隊長です。隊長でございます。はい、今日は、はい、タイプ7の人たちをどうやって付き合っていく、うん、どうやって口説いていく、うん、どうやって落としていこうみたいなお話でございます。はいはい、で今日もいつもと同じように、エニアグラム9つの性格診断編と、うん、エニアグラムでパートナー探しをもとにと思っておるんですけども、うんうん、タイプ7の、まあ、特徴としましては、うん、ハッピーでありたい、うんうん、幸福でありたいという欲求の強い人です、うん、で人生に刺激と楽しみを求めています、うん、欲しいものは全て手に入れたい、うん、満足したいっていう気持ちを持っています、うんうん、あのタイプ5タイプ6と同じ思考タイプなんですけども、うん、タイプ5タイプ6はどちらかというと不安、未来に対して不安だから知識をつけなきゃとか、うんうん、仲間を大事にしなきゃって思ってるんですけども、うんうん、タイプ7の人はちょっと不安を見ないようにしてる人たち、見ない、不安はあるんですけど、はい、楽観タイプなんで、はい、その不安が嫌なんですよね。大不安が大嫌いだと。なのでこう、はい、不安に蓋をかぶすみってこう気づかないようにしてるみたいな。僕も不安は嫌いなんですけど、不安を感じないように楽しいこと楽しいことみたいななタイプですと、はい、ですね、はい、なんでその価値判断の基準っていうのは、うん、なんで楽しいか楽しくないか、うん、っていうところで人との付き合い方ももう自分から人に近づいて、うん、誰とでもすぐに親しくなれる、うん、で誰に対してもフレンドリーで、うん、いろんな人と付き合えるんですけども、うん、これは私みたいに人に合わせるんじゃなくて、うん、あ私タイプ6だと思ってるんですけども、うん、人に合わせるんじゃなくてあくまで中心、私が中心ですと、私に俺についてこいですよねっていうタイプです、うん、なのでその自分が欲しいものは他の人に遠慮したり、うん、他人に譲ることはないですよ、うん、なのでその物事の受け止め方も、うん、まあ先ほど隊長がおっしゃいましたけども、うん、何事も楽観的に受け止めて、うん、特に問題ない、うん、大丈夫って思う、うん、嫌なことは避けて通るか、うん、すぐに忘れてしまいます。忘れて違う、多分不安はあるんですよね、はい、で不安に目を向けたくないから新しいもの、次のもの、はい、嫌なものから目を染めて次違うもの違うもの楽しそうなものでどんどん手を出していくみたいな。なんでこの芸能人でよく言われるのが、うん、なんでその木梨憲武さんとか、うんうんうん、香取慎吾さんとか、うん、明石家さんまさん、うん、新庄剛志さん、オリラジの藤森さんとか、うん、もう見た目で明るいって感じで、うん、明るいって感じなので多分見た目で一番そう感じやすいタイプですよね。わかりやすい、わかりやすい、明るくてよく喋ってっていう、明るくてでこう飲み会行くと中心になってみたいな。そうですよね。でタイプ6の人も中心になったりすることはあるけど、はい、結構役割的にじゃないですか。そうですね、あの空気を見て盛り上げなきゃっていう使命感でやってるところ、私の場合はそういうのはすごい強いんですけども、うんうん、この人たちはそうじゃない、うん、そうじゃない、もうそうしてないと落ち着かないって言ってましたからね。もう僕の知り合いのタイプ7の人が、はいはい、ちょっと今日は誰々さんのパーティーだから今日はおとなしくしといてって言われると、はい、もう喋りたくてしょうがないみたいな、もうなってないなってないみたいな、もう喋りたいみたいな、もう中心、自分を中心に持っていきたいみたいな。なんでその、うん、このタイプ7の人たち、うん、まあ、要は自己主張の人たちっていうのは、うんうんうん、そういう人がたくさんいる場に行くと、うんうん、さあ私が来たよ、うん、盛り上げてあげるよって思ってるような人たち で特にタイプ7はあの楽しいことで盛り上げたいんですよね。面白い話をして盛り上げたいみたいな。なるほど。で多分同じ自己主張でもタイプ3だったら俺すごいことやってるぞっていうアピールがしたい、はい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 、とかタイプ8だったらまあボス的にですよね、俺の周りに来いよみたいな、俺がいいもん食わせてやるわみたいな感じ。なんでまあ、うん、場を明るくする、明るくしたい人たち、うん、まあ、分かりやすいですよ、分かりやすいです。で女性で言うと例えばローラさんとか、うんうん、鈴木奈々さん、うんうん、上戸彩さんなんかが言われてるんですけども、うん、要はその万能選手とか、うんうん、何をやっても器用にやるみたいな言われ方をしています、うんうん、でその木梨憲武さんなんて本当に万能選手っていう言葉がピタッと当てはまる。そうそうそう、歌歌ったり、歌うまい、絵も描く、うん、面白い、喋れるみたいな。でこの間なんか僕木梨憲武さんが出てた番組、はい、なんか最近歌出してるじゃないですか。そうですね、あの松本さんとかと、そうそう、ギターの弾けないんだよって
ギター弾いてるっていうのは弦が一本も入ってないみたいな。あ、なるほど。っていう、こう上手ですよね、ああいうアピールが、はいはい、7っぽい。普通の人だったらギター弾けるようにならないって練習したりすると思うんですけど、はい、もう弾けないのね、弾けないでいいんだよみたいな、弾けるふりだけしてるみたいな、ね、ああ7だなみたいな、僕がなりたかったそう、はい、で多分器用っていうのもいろんなものに興味を持って、はい、いろんなものに手を出していろんなことやってるんで多分何でもできるんですよね。なるほど。やったことがある、過去にやったことがある、はい、似たようなことやったとか、うん、っていう、まあ周りにもいる、うん、このタイプ7をどう落としていくか、うん、っていうところなんですけども、うん、タイプ7の恋愛傾向、うん、この人たちの恋愛傾向としましては、まあ、常にハッピーでいたいタイプ7は、うん、楽しくなければ恋じゃない、うん、あ、なんかドラマのタイトルみたいですね、うん、楽しくなければ恋じゃないと思っていますと。なんでその自分と付き合う相手は、うん、俺を楽しい気分にしてくれる人、うんうん、まあ、なのでフィーリングが合うと思えば、うん、自分たちから付き合い始めることができるでしょう、うんうん、言ってくるかもしれません、うん、この人と一緒にいると楽しいと思えば、うんうん、こっちから声をかけてくる。むしろこっちから声をかけることの方が多いと思いますけどね。あの人楽しそう、なるほど、そういうところですね。そうそう、自己主張なんで、はい、なんであの実際の交際はなんで遊びが中心、うん、レジャーが中心になりますよと、うんうん、なんでその次々と楽しい刺激、うん、新しい刺激を求めていろんなところに行こうとする、うんうん、なんでそのタイプ7の人たちは、うんうん、特定の人と付き合っていても他の異性に目が移りやすくて、うんうん、友達感覚で何人もの人たちと付き合うことができる、うんうん、このっぽいですね。あの口説かなきゃいけないと思って言ってますもんねあ、目の前に女性がいて、女性と飲んでたら口説かなきゃいけないって思うってだからこうその場を盛り上げて楽しいこと言って口説こうとする、イタリア人的な感じなんですかね多分そんな感じですよね。なんでその2人の間に気まずい空気が流れたに、うん、あの一緒にいて退屈だと感じ始めたら、うん、もう相手を変えちゃう、うん、みたいなところが、うん、まあ確かにそのよくエニアグラムの話で見るのが、うん、新しいものを手に入れた瞬間に、うん、次のものが欲しくなる、もっと楽しいものがあるんですよねっていう人たち、うんうん、なのでその、まあ、それほど未練なく別れることができるんですけども、うんうん、まあ、別れた後はすごい友達でいられると、うんうんうん、別れても友達でいれる人たち、うんうんうん、もう興味を失ってるって感じですよね、異性としては。あ、なんでこの人たちはまあ違うタイプとしたらちょっと辛いところがあります、ね、辛いところがあるけど、はい、タイプ7としてはもう異性としての興味は失ってるからもう友達でいい辛いな、それは。なるほど。そうなんでその結婚も弾みでするという感覚がありますと、うんうんうん、なんでその一緒に暮らして楽しそうだと思えば、うん、その一緒に暮らすっていう新しいイベントとして手を出すことがあるのかもしれないんですけども、うん、まあうまくなけれ、うまく、うんうん、うまくいかなければ、うん、パッと別れることもできますと、うん、なのでその結婚生活も独身時代とあまり変わらずに、うん、自分の楽しみを優先するタイプですと、うんうん、だからこの人たちを口説こうと思ったらその人の楽しみを奪っちゃいけないってところですよね。なるほど、うん、それをこう制限したり、結婚したんだからこれをやめなきゃいけない、これをやめなきゃっていうと逆効果、まあ、もう結婚なんかしたくねえって面白くないと思いますね。面白くない。そう、ただまあ健全度の高いタイプ7はそれじゃいけないと思ってるんで、まあ、そういうこともしますけどね。自分でこう、まあ、家族を守るためにはこういうことを しなきゃとか。統合の方向はタイプ5の方ですね、はい、一つのことを集中して穴を掘る。そうそう、だからこういろんな女性にって言うとあれか男性もこう目移りせずに一人の集中してみたいな、この人を幸せにみたいなことを、まあ多分健全度が上がるとそういう思考になっていく、はいはい、から、まあ、そううまくいってる家庭は多分健全度が高いんでしょうって。だから健全度が下がるともっといいもの、もっといい異性の人がいるんじゃないかって、うん、探し始める、探し始めるし、多分いる人に目が向いちゃうと思うんですよね。あの人はどうなんだ、あの人はどうなんだみたいな。でこの人たちの付き合い方、うん、この人たちの付き合い方としては、うん、なのでその嫌なこと、苦しいことはできるだけ避けたいと思っているので、うんうん、そのパートナーとの間で心のすれ違いが生じた時は、うん、まあ、
なかなかそれに向き合おうとしない、うんうん、目を背ける、まあ、多分楽観タイプの特徴かと思うんですよねこれ。なるほど。嫌なものから目を背けたい。なんでその、うん、怒った時に、うん、まあ、この人たちは表面的な楽しみに逃げ込んで気を紛らわそうとしますよと、うんうんうん、なんでその、まあ、よく言えば楽しそうなんですけども、うん、まあ、悪い言い方をすると、うん、まあ、とても自分勝手でわがままになりやすくて、うん、自分に都合の悪いことは何でも、うん、いや、お前がそうしなかったからだろみたいな、うんうんうん、あなたがそうしてくれなかったから、うん、みたいな相手のせいにしがちなところがありますと、うんうん、なんでそのもしパータイプ7の人とその関係をより良いものにしていきたいなら、うん、まあ、まあアドバイスすることはないんですけども、うん、まあ、嫌なことがあっても向き合ってっていうのはでも逆効果なんでしょうね。そう、脅そうとする時は口説こうとするっていうのは、はい、多分どのタイプでもそうですけど相手に合わせることだと思うんですよね。そうですよね。そう、はい、でその相手に合わせるのが相手にとっていいことかっていうと、まあ、必ずしもそうではないっていうところがあるので、ないがその口説くのが目的であれば、うんうん、いかにタイプ7を向かせるために、そうそう、タイプ7がどういうことに興味を持っててみたいな、その興味を持ってることに賛同して一緒に付き合ったりするといいんですよね。多分楽しい気分になって、な好きなものを聞いて、うん、常に新しいものを提示する、うんうん、こんないいものあったよとか、キャンプ場、キャンプが好きだったら、うん、このキャンプ場に行こう、うん、このキャンプ場に行こう、なんかこの道具を買ったよ、うん、こんなのが欲しいみたいな新しいものを、そうで、あの僕のビール、はい、このビールを僕に飲ませようとしたらどうするってそのタイプ7の人に言われたことがあって、こうみんながいるところに、はい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 、でみんながこうこのビールはこういう味がしてこんなにうまくてみたいな説明をするけど、はい、もうそんなんいらないんだよみたいな、こう一口飲んで、ああうめえなって言うだけでちょっとそれ伸ばしてっていう気持ちになるみたいな。だからこう、うん、こういう楽しいことをやってるんだよって自分も楽しめばいい。あ、楽しい様を見せる。楽しい様を見せると多分興味を持ってしょうがない。こう僕は楽しいことしてるんですよ、楽しいなっていう楽しんでるアピールをするっていうのが多分一番興味を引くんじゃないかなっていう。なるほど。タイプ5のように主成分が何々で、主成分が何々で、もうその話いいからみたいな。なるほど。そう、どこどこで何本売れたとかそんなことよりも一口飲んでうめえって何これめっちゃうまいって言うだけでちょっとそれ一口飲みたいみたいな感じになるって、目がもう楽しい方に行くんですね。行くっていうっていう感じですよね。だから、うんうん、6的にはいけるなって思います、うんうんうん、あ、合わせるタイプ6としては、うん、ただまあ長く付き合うっていうのと口説くのでは違うんですよね。違うんですよね。まあ長く付き合うとなんかそのそうやれよっていうこのタイプ6の真面目なところがでそういう真面目なところがうざくなっていったりするじゃないですか、はい、要は新しいものに飛びつかれて、うん、やってやらされる方としては、うんうん、コツ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 って、そうで新しいことってこうあんまりこう世に出てなかったりとか、はい、リスクも多いことが多いじゃないですか。まあそうですよね。そう、はい、でそれに対して多分タイプ6は多分すごい反応すると思うんですよね。そうですよね。それやってそこでそんなにお金を使ってみたいな検証されてないよねそれってそう本当にそれそんなにそこにそんなにお金使うけどそれそんなにいいものなのみたいな、はい、多分不安が出てくると思うんですよね。出ますよね。だけどタイプ7の人はもうやってみないと分かんないじゃんみたいなこれはイズムが衝突しますね。そうなのでこう長く付き合うとなると、まあ、お互いが歩み寄る必要があるので、 まず最初ですよ。最初口説くときは口説くときはもうどのタイプでも新しいものを見せる、どのタイプでも相手に合わせるしかないんで、なのでタイプ7に対しては楽しい姿、楽しい姿、新しいものを提示する、うんうんうん、っていう、そう、まあ、長く付き合うのはねこっち側だけではどうにもならない部分、両方とも階段を降りていく必要がありますもんね。はい、で、タイプ7を、うん、まあどう付き合っていくか、うん、としましては、このエニアグラムでパートナー探しからなんですけども、うん、どうやって付き合っていくか、うん、まあ、楽観主義、自発性、うん、新しい経験への熱意を楽しそうと、うんうんうん、に寄り添う、認めるっていうところとか、うんうん、彼ら喋りたくてしょうがないので、うん、耳を傾ける、うん、ああそうで、うん、彼らが行こうとする冒険に付き合うよっていう、うんうんうん、決して止めない、うん、なんかそのタイプ7の人が、タイプ7の人と付き合うコツは
子供だともう手のひらで転がすといいよって。ああ、なるほど。そう、なんか楽しいことやりたいとか言って突然言い出す、バーッと走り出す、走り出す、はい、でそれをまあしょうがないねしょうがないねって、こう危険がないようにこう周りでこう上手にこう転がしましょうみたいなかもしれないですね、うん、なんでこの彼らや、うん、彼らをまあ予定や日常の決まった仕事に閉じ込めないっていうのが大事です、うんうん、でその批判するときは、うんうんうん、優しく、うん、短く、うん、そして彼らが防衛的にならないような方法にしましょう、うん、あとは何を楽しむかということに関しては相手任せにするんじゃなくて、うん、こっちも新しいものを提示するとか、うんうんうん、でしないと飽きちゃう、うん、この人たちは、うん、飽きちゃう飽きやすいタイプですからね、はい、なんでこ相手任せにするのもあまりよろしくないよと、うんうんうん、あとはその相手が喋りすぎて聞き手になったって感じ始めたら、うん、こっちも双方向にしておかないと相手がまた飽きちゃう、飽きちゃう、興味を失う。なのでそう、そこに合わせなきゃいけないっていう、はい、面白い話に面白い話で返さなきゃいけない。まあ明石家さんまさん見てるとそうですよねそうそう、つまんない返事くんないそれみたいな感じこれはレベルが求められますね。そうそう、あとはそのタイプなのは難局に直面しても、うん、まあうまくそれを否定して言い抜ける傾向がありますので、うんうん、対応するものはちゃんと対応しないとっていうのを説明する、説明する、はい、っていうことが大事ですよ、うん、支える方法、うん、タイプ7を支える方法としましては本当かなこれ、うん、規則的に運動することを勧めてくださいやっぱまあ出たがるんですかね、うん、出たいと思います。多分じっとしてられないタイプだと思うんで、家の中でさっきおっしゃったみたいに今、うん、子供もしくは子供犬みたいな感じですかね。そうそうそう、バーってどっか突然走り出したりとか、行ってこいってなんです、行ってこいってやるのが大事、うん、でこう危険がないようにぐらいの、あんまりきついとダメだから、こっちにこっちの方が面白いのあるよとかっていう感じじゃないですか。子供ってあっちに行っちゃダメだよって言っても行っちゃうじゃないですか。行っちゃダメだよって方向に行きますからね、行きますからね、はい、それよりもあれ面白そうじゃないって言うとそれバーって行ったりするじゃないですか。ちっちゃい子供です、ちっちゃい子供っていう感じですよ多分。無邪気なちっちゃい子供を、うんうん、どうやらすか、そう、どうコントロールするか、だから母親の気分ですよ。なるほど。の気分でどうこっちを向かせるかっていう考えると、うん、タイプ7の人たちを落とせる、落とせる、はい、うん、短いですね。支える方法はとても、うん、まあだからあとは話を聞くじゃないですか。かまってかまってじゃないですか、ちっちゃい子供、お母さんにそんな面白いこと、ね、なんか面白いアピールしたりとか、はいはい、かまってかまってだと思うんで、そのかまってあげることじゃないですかね。なんでさっき言ったそのビールが美味しいじゃないですけども、うんうん、そうそうそう、こんな楽しいことやってるよ、やってるよっていうのをもう見せるだけでもう興味湧いてうずうずしてくる、こっちに来る。そう、お母さん面白いことやったら何だろうって子供がすごい興味持つのと一緒じゃないですかね。なんでそのこちらから積極的に、うん、くどくというよりも、うんうん、まあ、自己主張で取りに来る人たちなので、取りに来る人なんで、楽しいアピールですよね。自分が楽しいアピールを、私と付き合ったら楽しいですよ、こんな面白いことやってるんですよみたいなところだと思うんですよね。なので、まあ、有利タイプの人めんどくさいと思うんですよねきっと、まあ、有利タイプの人が僕が、はい、もうあの人をくどくためになんか楽しいアピール無理、きつそうですね。きつい、うん、まあだからどこまで僕のモチベーションがあるかですよね。はいはいはい。そこを乗り越えてモチベーションがあれば多分やれる。あとまあ趣味が合えば、うん、趣味が合えば、そうですね、趣味の楽しいことが合えば聞けますよね、うんうん、そう、はい、ただタイプ7の趣味コロコロ変わるんでねそうか、そこについていくのはなかなか至難の技ですね。あ、趣味が合うって合わせていったら1週間後には違うことをやってるみたいな。そっか、これはちょっとタイプ6だと思ってるんですけど、うんうん、ついていけるかな、その3シャアのような3倍のスピードにそう、なので多分こっちのモチベーションだと思うんですよね。ああ、なるほど、うん、どんだけ好きかみたいなところでついていけるかついていけないかが決まってくるかな。まあどのタイプも一緒ですけどね、はい、こっちのモチベーションがどこまであるかで相手にどんだけ合わせられるかっていう覚悟が必要です、そうという、うんうん、タイプ7の、はい、くどき方、くどき方。じゃあ次は、はい、タイプ8、くどけるのかタイプ8、タイプ8くどく勇気があるのかっていう
6はいけるんじゃないですか。まあまあまあそうですね、うん、はい、はい、をしたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。